弦楽四重奏は、バイオリン族4本の楽器からなる合奏形態を指す。主に2本のバイオリン、1本ずつのビオラ、チェロによって構成される。室内楽形態の中で、トリオ・ソナタの発展形、トリオ・ソナタに存在する通奏低音を用いず、4者が強調して一つの響きを作る性格が強い。十八曲の弦楽四重奏曲を作曲したハイドンが、 弦学史重奏の父とみなされているが、同時代のボッケリーには90曲以上作曲しており、音楽家としての評価もハイドンに劣るものではなかった。ハイドンは作品33の出版の際に、弦学史重奏曲という言葉を初めて積極的に用い、これが定着して、弦学史重奏というジャンルが定まることになる。ハイドンに刺激を受けた。 モーツァルトも引き続き多くの作品を残している。特に代表作、ハイドンセットは全6曲に2年余りを費やしたり行作であった。その後、ベートーベンの中期の傑作群により公共曲と並ぶ作曲家の重要ジャンルとして確立されることになる。以後、シューベルトが15の曲を残したのをはじめ、多くの作曲家がこのジャンルに曲を残し、 現代に至るまで多くの曲が作られ、愛されている。そのためもあって、世界中で常設で活躍し続ける団体が多数、存在する唯一の室内楽形態ともなっている。クナイゼル弦楽四重奏男子として、小楽器を用いて演奏する団体、ありがとうございます。